絶対勝てる自信がある。あー、なるほど。え、ドラゴンボス解放された、いきなり。私ライフ残り1でございます。相手ね、ドロー。何かできるわけもない。この1枚が全てですね、ほんと素晴らしいですね。甘いですね、甘いですね。この1枚が全てを変える。変える、変えたぞ。ちょっと今テンション上がってるぞ。おっと、機動能力使います。きたー、ネモス。ライフ1、ライフ1払って、ゲージ1払って、モンスターをね1枚持ってくるっていう。ドロップゾーンからね。こいつ、これジークロン来るで。よしよしよし、使うゲージを決めよう。決定。ジークロン来るか。呼び出すのはもちろんジークロン来るか。ジークロン、やっぱりね。センターに置きます。しかもさっきもセンターだったけどね。そうです。で1万マイナス1万されるよと。能力使ってルミナスブルーを1万下げます。またこっちか。まあしょうがないですね。よしよしよし、アタックフェーズに入ります。じゃあまずルミナスブルーを破壊しましょう。あえてあえてね、あえて。防御力ゼロだからね。せっかくゼロにしたんで、ルミナスブルーを破壊します。ルミナスブルーはいいでしょう。よしよしよし、そしてデフないんだけど。よし、2点。ファイター2点。ファイター2点、はい、よし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 、通った。これ博士防御魔法持ってないぞ。まあまあ、ファイナルフェイズはね、ちょっと一旦やめときましょう。あんまね、早く決着しても面白くない。ライフ1で何言ったんだこいつは。熱いファイトになってきた。1対2あるぞ、マジで。よし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 。ちなみに長岡に気づいてないかもしれないけど、はい、あのジャックのソウルにシルトファイターってやつが今入っててですね。シルトファイター、はい、はい、ソウルからドロップゾーンに置くと、はい、ダメージをゼロにするってやつなんですよ。あ、今2枚入ってるんで。それを使わなかったってことですか。そうですね、あえて。なんであと2回ダメージを無効にできる。そして3枚目のおかわり。待って、これ待って、不正発覚しましたよ。3ターン連続ルミナスブルーが出てくるなんてありえない。おかしいですよね、皆さん。なんかやってます、これメーカーさんとズブズブです。よくない、よくない、本当によくない。今度は、じゃあルミナスブルーに入れようかな。よいしょ、チュイン。これで6000になったよと。まあまあいいでしょう、ジークロンはね。仕方ない、さすがにね。さすがにライフ1でしょ。ライフ1です。終わりですよ。ほら、ドラゴンフォースとどめじゃ。これを使いましょう。ほらまだあるんですよ。俺は負けない、俺は負けない。インフェルノシールド、なんといいカードが効きましたよ。これは自分のモンスター1体を犠牲にし、ゲージとライフを1ずつ回復っていうね、はいはいはい、最強のカードです。さあ、ターン終了かな。いや、起きてるカードが、ターン終了かな、起きてるカードがあるんじゃボケー。これを使うしかない、頼む。俺は負けない。まだあんの。エネミーボール、やべー。でもこれ運ゲーなんですよ ね、 ね。エネミーボールは2枚めくってモンスター、あ、おお、来たー、ナイス。モンスターがいたら攻撃を無効化できるっていう最強の。さあ、マジかよー、長岡面粘りすぎなんだよな。ゲージを2貯めましたよ。勝ちかな、これマジかー。お、うわうわうわ、熱いぞ。うわぁ、ちょっと待って、これドロー次第、本当にドロー次第。え、よし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 。ドロー次第、ドロー次第、頼む。うわぁ、いいの引いた。長岡面持ってるな。頼む、頼む。おお、そうじゃない。違うのかよ。違うのかよ。でも出してよかった、彼を。普通のアリビゲイルをね。ようやく我がデッキが破壊される。よし、あとはもう何も言わずに攻撃が通るのを皆さんで祈りましょう。もう手札もゲージもありません。よし、さあ、なんかの間違いで通らへんかな攻撃。よし、アタックフェーズに入ります。はいはい、運命のアタックフェーズ。
頼む。いけ、アビゲール。ファイターにアタック2点、2点、2点、2点。博士、2点。ないでしょ、何も。ないっすよね、何も。そのソウルのやつもないし、何もない。もう博士には何もない。ちょ。知ってたけどさ、シルトファイターが、お、なんだこいつは、これは負けない、かっこいい、うわー、しかし、アビゲイルはもう一体いる、攻撃、ファイターにアタック、頼む、取って、博士、どうぞ博士、なんかあげるから、よいしょ、もう知ってたけど、シルトファイター強いな、マジで強いな、いいカードやな、さすがドラゴンファイターズのカードやね、このガイトの頑張りがもう僕すごい辛くなってきちゃったガイトごめん、ゼロになると、まあでもライフ2ですからね、まあそうですね、ファイナルフェーズっていう判断もありますけど、はい、まあパスしましょう、手札がないんでね、カードゲームは手札が全て手札がないと何もできません、そうですね、博士ミスしてもいいですよ、あのさ操作ミスターン終了とかしてもいいですよ本当に、まあ、せっかくなんで、はい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 、スターディーコールしようかな、うわわざわざせっかくなんでね、まあまあまあするに越したことない、スターディーコールですよ、さあ運命のアタックフェーズがやってきましたよ、最低限やれることはやって、はい、あーちょっとアビゲールがウサギを狩るにも手を抜かないんで、ね、まあまずアビゲールを叩いて意味あるこれ、場も空にして絶望を与えるな、マジで絶望を与えて最後に、あー気持ちいいよっしゃー長岡面、手札もゼロ、場もゼロ、ライフもゼロと、めっちゃ悲しい音楽だから、すっごい悲しい、あ、なんかこれメッセージが、あ、メッセージがね、ね、なんかもっとこう、相手を罵倒する言葉はないんですあのナイスファイトが、ね、マナーが悪いマナーが、はい、ガオ君がいつも言ってますからね、ファイトをし終わったら、はい、オスありがとうございましたと、楽しかったよと、楽しかったよと、いいですね、いいファイトということで、ということで残念ながら敗北してしまいましたが、はい、離れたところにいても通信対戦できるらしいんで、できます、できます、だから免除博士が家にいて僕が家にいる状況ができちゃうっていうので、なんかやばいですね、これもう本当に睡眠時間がどんどん削られていく気しかしないですね、どこでもできちゃうっていう、ちょっと悔しいんで、もっとやりましょう、はい、ファイトやりますか、そうですね、練習して受けて立ちますよ、皆さんもぜひぜひね、本当に激アツファイトを 3DS の目指せバディチャンピオンで体験してみてください、はい、じゃあみんなバイバイ、またね、この動画が面白かった人はいいねとチャンネル登録お願いします。